ちは。ジョイカル帯広参拝店野口です。今日は当社在庫の平成22年トヨタプリウスグレード S 寒冷地仕様の在庫車両を紹介したいと思います。じゃあまずこちらインカーミラーズで中に行きますと、ETC もついてます。できるとは言えない。イベント開催は今ハードが高い。レーダーもついてます。現時点での評価では感染拡大について厳しい。ナビですが、カロッツェリアのラクナビがついてます。はい。でテレビも見れますね。でバック入れるとバックカメラがついてます。であとはこの車寒冷仕様なので、ワイパー出会いサーがついてます。非常に多くの方に移してしまうという。で走行距離なんですけど7万8000キロです。まだこの車基本距離すごい乗れるので、もうまだまだ乗れます。で後ろですね、リアシートもヘタルト少ないので、まだまだ乗れるかなと思います。プリウスは開口部が大きく広がるので、荷物の出し入れがとてもしやすいと思います。で純正オプションのトノカバーもついてますので、荷物の目隠ししたい方、仕事の道具のせる方だとかに、このトノカバー目隠しになるのでとても便利です。で純正オプションのエアロついてます。横のサイドスポイラーは社外品ですね。こちら社外品のサイドスポイラーがついてます。あとじゃあエンジンルーム見たいと思います。ダンパーがついてまして、社外品なんですけど、これでボンネットの開け閉めがとても楽です。あとエンジンルームも大変綺麗なので、やっぱりサンバルプリウス値段こなれてきて、市場にもすごい流通してますけど、寒冷地仕様の車が意外と少ないので、特に仮想工気味のやつとか安いやつは少ないんですけど、買うときにやっぱり寒冷地仕様かどうかっていうのを、きちんと見て買った方がいいかなと思います。うちのこの在庫車は寒冷地仕様車です。あとこちらヘッドライトですけど、前灯ハイローともに HID 化されてます。夜もとても明るいんで、夜間運行がとても安全に行うことができます。はい、以上なんですけれども、こちらのサンマルプリウスもジョイカル帯広参拝店の方で常時展示していますので、どうぞご覧になりに来てください。よろしくお願いします。